こんばんは。しれっと消える、マジゲリラ急すぎ、ごめんだわ。さあ、マジゲリラ配信ゴリラって呼ばれてもいいくらい、まあ、呼ばないでほしいんだけど、ゲリラ配信だわ。私のことは今日からゲリラ配信ゴリラと呼んで。嘘。喋り会が終わりました。今日はリンゴ配信だって、リンゴヘアです。だるまありがとうございます。バラありがとうございます。ゲリラすぎそれな。やめて、ゲリラ配信ゴリラって呼ばないで。呼んでいいって言ってないから。言ってないから。今日はリンゴちゃんです。なんでリンゴちゃん部屋にしたのかというと、セタン T シャツにリンゴがいるからです。かわいい。かわいいです。ちょっとさあ、スクショタイムしよう。あ、でももうちょっと経ってからしよう。ちなみに今日はゲリラ配信の上に配信時間は短いです。今日は短いです、いつもより。今日は15分までします。まさかの15分とか、そのまさかのまさかよ、15分よ。髪めっちゃいいね、わかる。どうする、めっちゃ短いです、もう終わりますみたいな。めっちゃ短いです、あと2秒で終わります、さよならとか言って、本当に嵐のように過ぎ去っていく。でもさ、なんか私の反省点としては、今日のおしゃべり会してきたんですけど、今日テンションおかしい、ちょっとおしゃべり会してテンションが上がってしまった。テンションが上がってしまった。なんつったっけ、何喋ろうとしたか忘れちゃった。あ、今日はおしゃべり会をしてきたんですよ。けどこの私の反省点ね、黒い服を着たら白飛びがすごくて、すごいね、顔がね真っ白になっちゃった。再現してあげようか、多分ね、あ、間違った、多分ね、もうなんか、え、もうもっとだな、もっと、もうこんな、こんなだったの、眩しいでしょ。本当にね、こんなだったの。だからなんか、なんでだろうって思ったら、多分黒い服を着てたからなんだけど、それでもう美白とかじゃないの、なんかもう白白ってか、なんかもう美白とかじゃないの、なんか光ってんの、顔が発光してんのよ。だからね、白飛び狙って黒い服着た、あえてね、あえて白く見せるためのね、いや、そういうことにしよう。でもなんかもう変な顔、もう白くて顔のパーツ消えるみたいな。そうなんですよ、そうでした。のでちょっと今後はそこを気をつけて、黒い服をちょっと剣とちょっと着るのちょっとね、悩みますね。そう、目だけ残る感じになってました。なのでちょっと白飛びが嫌で、ここに鏡持ったりして、なんかこうやったりしてたんだけど、黒い服を隠して。せっかく T シャツ着てるのに。でもいいです、みんなと喋れたから、喋
メリカへしました。ゆなは今日初めて NGT のおしゃべり会をしました。ゆなの LINE の友達になってくれてる人は今日なんかすっげー業務的な通知が来たなと思ってると思いますだるまありがとうございます。そうでもさ聞いて、私の今日の失敗、今日一の失敗です。せっかくね来た、みんな来てるみんな来てる、あ、すっごい来た。そうだよね、今日研究生撮ってる人はみんな来たんじゃない、みんな撮ってる人はみんな来たんじゃない、急に今日はすごい失敗をしました。でタオルを持ってくのを忘れたんです。せっかくタオル、私本当にこのタオルになんか人生かけて人生かけたと言っても過言ではないくらいタオルを頑張ってデザインしたんです。なのに今日タオルをおしゃべり会の会場に持っていくのを忘れて、でもあたかも全て揃ってますよみたいな顔しておしゃべり会したんですけど、あ、同じのを着てくれてる、嬉しいみたいな言ってたんですけど、もうみんなはさちゃんとタオルも装備してさ着てくれてたのにさ、多くの方が、私はタオルを忘れていってしまったので、すごくない？私これ初めて着たし初めてタオル開けたけど、皆さんはめっちゃ使ってください。あ、スクショタイムスクショタイムです。急に寿司前の子19歳です、イエーイ。どうしよう、なんかあのさクラス T シャツみたいじゃない、ちょっと憧れてる、こういうの体育祭みたい声の体育祭っぽくない、なんか学生っぽいクラス T シャツみたい、かわいい、ありがとう、かわいいでしょ、かわいい、ありがとうございます。使ってます？タオルはねそろそろ使わなくなってくるかもしれないんですけど、まあでも手洗った後にでも使ってください懐かしいでしょ名前のアピールすごい。こっちもね、なんかいうのデザインした時はこの T シャツ割と普段使えるかなって思ったんだけど、意外と意外とさゆな子がでかくてなんか使いにくかった。私も今日初めて来たけど、みんなは着てください。部屋着でいいので着てください。でも外に来てってゆなの名前を売ってください、ゆな子って誰ってなるのでアピールしてください。でもこのタオルは割と使いやすいんじゃないだろうか、本当にこのタオル自信作嬉しい、このものが来て。ゆなも初めて今日袋から出したんですけど、いいでしょう、好評だわ、嬉しい、本当に人生かけた甲斐がありました。はい、スクショタイム、イエーイ。だるまありがとうございます。今日は何も決めずに始めてしまったテーマとか島ゆな子になって、島さん、ハートありがとうございます、尊いありがとうございます。
そう、なんかね、ユナのファンじゃない人っていうか、他のメンバーのファンの人とかも、タオルはデザインが良かったので買いましたって言ってくださった方がいて、いや嬉しいですね。はい。おしゃべり会でも、おしゃべり会で初めましてっていう方もいてくださって、もちろんお久しぶりって方もたくさんで嬉しかったです。ね、本当にお久しぶりだって、今年初めての方が多かったですよね。この間は AKB さんので、今回が NGT のだったので、今回申し込んでくださった方が多かったので、初めてっていう方がね。噴水ヘア、はい、あっという間でしたね。なんかでも今日ちょっと不具合とかも多かったみたいで、こう途中でブツンって勝手に切れちゃったりもして、本当にね、うまくできなかった方もいらして、それは本当に申し訳なかったです。ラグね、ラグどうすればいいんだろうね。もう先を読んで、相手の返答を読んで話すしかないのかな。タコありがとうございます。なんだろう、次ユナコはこの質問を絶対にしてくるだろうから、こうやってもうすでに答えておこうみたいな。返答待ってた。でも待っててもユナは意外と、なんかひどい人はひどいみたいなんだけど、意外と会話成立した。一方的に喋るの、なんか悲しい。せっかくなのに、お互い話しましょうよ。だるまありがとうございます。ノープランでも、ノープランって方も全然いました。全然なんか面白かったです。面白いって言っちゃう、なんかおしゃべり中に面白いって言っちゃうの、なんかオンラインで喋ってることが面白くなってきちゃう。ね、でもだんだん慣れていけばね、オンラインならではのね、楽しみ方ができるんでないかなと思います。かわいい、ありがとうございます。噴水かわいい、いいでしょう。クジラさんヘア、あと1分です、お時間です。そう、なんかでもユナも話に夢中になって、もうすぐ終わりですっていうやつに気づかなかったりもしたので、気をつけようね。気をつけます。そう、オンラインの方が緊張するってみんな言ってる。ユナもそうかも。15分早いね。そうですね、次27日とかにあるので、またお願いします。来てくださる方はね、直接会えるまでしぶとく待ってるわって方もいらっしゃるんですけど、まあ、それもありですよね。俺は直接会えるまでまずでというの。あ、終わります。15分経ちました。じゃあまた明日というか、また今度。おやすみなさい。ごめんね、ゲリラで。おやすみなさい。